何を汗をかいてるんだまあ3曲聴いていただきました。本当にこの3つの曲全然違ったでしょ。面白いですね。その最初のグルーバーメンも忘れちゃったかもしれませんけども、少年とあと五条橋を踏ん張った感じで、あれ言い忘れたら三四郎さんが弁慶をやって、綾子ちゃんが後ろかまれだったんですね。反対だとややこしくなってますそういう風に歌ってたわけです。それから、そんな感じでマガショというのは今のああいう感じでございます。これは本当に難しくて、このマガショは、私の家元中五郎さんにもお稽古してもらってるんですが、もう一人中五郎さんの先輩の、つまりその先代の鉄五郎の弟子の和佐次郎というのがありまして、それが私の本当の師匠とか本当でもないんですが、そういうめんどくせえなうちちっちゃい人方みんな師匠なんですけどね。要は、中五郎さんの先輩の和佐次郎さんによく習って、そのマガショというのは和佐次郎で叩き込まれた曲でございまして、いまだにうまくできないんですが、本当にこうタン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 浮き間って言うんですね。この浮き間っていうのを浮き間で弾くなと。いいですか、ちょっとこれがためなんですよ雑誌の表紙を飾っているような、そのいい部分だけのことでございまして、吉原すずめ、なんとかするのは楽屋すずめとかなんとかすずめって言います。要はちょこちょこでよく喋ってなんかするような人たちのことを言いますが、その吉原すずめというのは、ね、いっぱいその華やかな、その遊郭の華やかなところで音と言いまして、それ先ほどご紹介して僕も最後の一人で弾いたのがありましたね。あれ幕三重っていうんですけど、あれ場面が展開している間に弾く、あれ場面が展開しているよということで、弾く予定がなかったもんですから、あまり皆さんの食いつけがなかったもんですから、うっかり弾いてしまいましたねあれはあれやると後が大変なもんですから、夜の場合やめようと思ってますけど、はい、吉原すずめの中にはいろんな手事が入って、手事っていうのは三味線のなんですかね、一人でこっちだと、要はとってんちりんとってんちりんでこっちがこういろんなことを言って、リードギターサイドギターになる形になって、そういう手元がいっぱい入っております。間にチンチリレンっていうのは、チンチリレンってなんだね、チンチリレンって口三味線でございましてね、これがチンなんですね。チン、3の糸どこ押さえてもチン、ね、チン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 どこ押さえてもね、チンチリすくとりチンチリ剥がしてレン、これ口じゃんですよ、チンチリレンって言うんです。チンチリレンの相方って、まあ大体2分ぐらいでございます。1分50秒だともうすぐ早いなって感じがしますけど、今日は1分50秒から1分48秒ぐらい演奏しますけどね、早いなって感じます。そういうのを入れたり、いろいろなことが
たくさんあるわけで、約束事がたくさんあります。本来ならお林さんがもちろん入って演奏する、歌もそうですね、最低4人、三味線も4人以上でしょうね。で、まあ、2人3人で演奏する方は、ね、ありませんし、お林さんがいないということもございませんけれども、今日はこの少人数で、ね、たっぷりとその三味線のいいところとお歌のいいところを、お林さんが邪魔だってわけじゃないですか。助かるんですよ、ポーンとか言って助かるんですけど、ただその聞こえづらいところもあるわけですよね。ですからですね、この素の演奏で聴いていただく吉原すずめでございます。それでは支度して演奏させていただきます。ありがとうございました。